いつも撮影に使っているキャノンのパワーショット SX720 です。いつもこちらで撮影した写真や動画をスマホに Wi-Fi 転送しているんですけど、最近写真は転送できるんですけど動画が途中で切断されましたという表示になって転送できなくなりました。それでどうしたらいいものかと調べてみたんですけど、なかなか原因がわからないもので、工場出荷時の初期化設定というのをしてみたいと思います。まずは SD カード抜きます。入れます。ちょっと初めてのことでドキドキするんですけど、メニューで無線通信の設定ができます。 Wi-Fi 設定、全部入りになってるので大丈夫ですね。これ設定の初期化、ここを押してみたいと思います。無線通信に関するすべての情報を初期状態に戻しますか。ちょっと怖いですね。初期化してみます。怖い、やっぱり怖い。ちょっと押してみます。これで初期化なったんでしょうか。一度電源落とします。ちょっと今初期化してみたので、こちら初期化した後に動画がこのカメラからスマホに転送できるかやってみたいと思います。先ほどの初期化設定では直らなかったので、今度無線通信の設定というところを触ってみたいと思います。すっごくドキドキするんですけど、無線通信 Wi-Fi 設定がうまくいかないので、こちらの設定の方を初期化してみたいと思います。無線通信の設定を初期化しました。コンデジからスマホへの動画転送は途中で切断されましたという表示で直りませんでした。どなたかわかる方教えてください。お願いします。